刻は11時33分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に1000回、はい、スタジオにはこの方、アッコさんにマッサージをさせたら日本一の古舘一郎さんです。はい、はい、よろしくお願いします。古舘類の古舘です。来週水曜日11時半ぐらいまたいらっしゃる。だってさ、一緒にレギュラーやってる時白衣着てくるんだよ。でここにTBS の衣装さんとの古舘治療院で入れた刺繍をそうアコさんに受けようと思って。本当よ、私の周り楽しい人ばっかり。楽しいですね。悪魔のささやきとかね、幸せ家族計画とか TBS でやらせてもらってる時に、アコさんやっぱ腰が悪い頃で、そうそう、一番悩んでて、とにかくスーッとほんの10分でも仮眠取ってもらえる。マジでも寝れんのよ。でも足の裏のツボは当たり前ですけど、足の指の腹の下の付け根の部分を優しく刺激することでアコさんが寝るっていうツボを発見したんです。ちょっとね、僕とアコさんの関係でアコさんを楽させたいってそれあったんですよ、正直、うん、だけど出てくると、うん、西尾くんとか、うん、ね、ああいう人たちが待っていて、うん、ホリプロの人たちが、うん、今日も眠らせてくれてありがとうございます。俺なんか動物園の虎担当の麻酔医かと。今日もあの私こう眠らせていただいてありがとうございます。あの寝ると機嫌いいんですけど。じゃあまた来週やりましょう。いやいやいや、こんなにいろんな肩書きをお持ちの古舘さんのことをアッコさんが日本一マッサージが上手い人って紹介したんですよ。私だって自分でそう自分で週に1回行くのよ、今鍼灸とマッサージ、はい、でも寝ないもんね。寝たことないのよ。本当古舘さんだけなんですね、アッコさんを眠らせることができるのは。あれうっさい、いつもねそんな10分か15分寝れないわって言って聞いたら、もうメイクさんとかみんな来て、ぐっすり眠れる。その分真剣でしたよ俺。もう本番よりも真剣で、とにかくもう人間って欲が深いから眠らせようと思ったら、今週も絶対先週も寝てくれたんだと思うと本気になるんですよね。 ありがとうございます。いやいや、一度アコさんの住んでるマンションの寝室で眠らせたことあります。この時は自室なだけにね、なかなか寝なくて、みんな向こうでタレントさんたちがワイワイやってんですよ、はい、で僕と久本さんで行ったんですよ、どういうわけか。へえ。で久本さんも横にいて、で久本さんと一くらりアコさんが話終わって、あのちょっと目くばせしてアコさん眠らせるかって、久本さんでもアコさん完全に半落ちの状態で、僕はもう最終的に足やめて、チャクラ行ってこの眉間のあたり行って、ふーって素人ながら気入れて、一生懸命眠らせようと思って、そしたらスーッてかすかな寝息が入ったから、ふっと手離して久本さんに何も言わない目くばせで出ようっつったんですよ。でちょっと仕草でやったら、まだ起きてるんやつ。あれびっくりした。タコさんってすごいね、気配で分かんない、ね、聴覚に何も音が入ってない、ね、気配で分かんないって後で聞いたら。これさ、トーキングライブここで聞いてるみたいだね。ブルースです、まさにトーキングブルース、本当に。あれは忘れられない。いやここ で, でもこのお二人の関係をちょっとですね、はい、まあ長いじゃないですか、はい、ラジオネームひけし娘まみさんという方からいただきまして、はい、もう今日はお二人が共演されるというのを知り嬉しくてメッセージを送らせていただきます、はい、実はおよそ26年前、うん、お二人の番組クイズ悪魔のささやきに、はい、紙芝居貧乏として出させていただきました、緊張でいっぱいでしたが、お二人の優しさとパワーで勇気をいただいて見事賞金をゲットして、あら今でも毎年その賞金で制作させていただいた紙芝居で、はい、被災地や保育園などの施設を巡っておりますと。ああ素敵、覚えてます、覚えてます。なんとなく私も思い出してきた、いろんな方出ましたけど、サンタさんがなんか宇宙行って宇宙でプレゼント配るみたいな紙芝居で、いい金額取ったのを覚えてますね。ちょっと金額まで忘れました、ね、あれ結構夢をプレゼンして、そうそう、夢をプレゼン、そのための実現のお金をゲットできるんですね、はい、ああよかったですね、わ嬉しいな。でも夢が叶った紙芝居なので、お二人にありがとうを伝えたいという思いでずっと言いました。とんでもない、頑張ってください。で古舘さんはトークライブ、アッコさんは歌、それぞれのブルースで結ばれてるお二人ですと。すごい、いいこと、まさにトキングブルース、ありがとうございます。ブルースは魂だと思うので、これからもお二人の魂の叫びを私は楽しみにしています。はい、ありがとうございます、頑張ります。他にも来てますか。はい、いっぱい来てますね、うん、あとはですね、これ、赤城さんです。古舘さんもアコさんも紅白の司会をされてますが、はい、まあ、古舘さん司会の時はアコさん司会じゃなかったですけど、はい、その時の歌手和田アキ子さんについては古舘さんどのように思って、どのように紹介されたんでしょうか。その時の印象に残ってるエピソードがあったら聞かせてください。いっちゃんの時出てた。もちろん、あ、そうです、ね、もう3回連続もちろんで、はい、でその時はやっぱりほら上沼恵美子さんとか3年目松たか子さんとかが紹介するから、はい、やっぱり
別にあこさん白組入ってもらっていいんですよ。だけども一応僕は白組だから男性歌手を紹介してたんで、はいはい、歌を紹介したらものすごいよく覚えてるのは、初回の時に僕オロオロしてるじゃないですか、初めて紅白の司会に、あこさんがいろんな歌い手さんの楽屋回ってくれた、僕連れて覚えてないわ、弟だからよろしくねっつって、よろしくねってやってくれて、本当あこさん本当にありがとうございましたってあこさんの楽屋に入って、うん、じゃあ俺ちょっと準備があるんで行きますった時に、うん、なんかこれ食べてきなんつって差し入れのものをくれたりしてたら、うん、あの清彦さんって着物デザイナー方いらっしゃいますよね、 あのことがあこさんがよくお店行ってて僕も連れてそう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 でバッと入ってきて、うんね、あこちゃんこれ差し入れっつって、うん、えらい小さいななんてふざけたなあこさん、うん、したらねやっぱりほらああいう方のお決まりで、うん、お黙り、うん、あこちゃんお黙りっつった瞬間に間髪入れず、うん、何がお黙りや喋るわしたらあの人がタジタジって後ずさりでドア閉めてたあんまり面白くて六本木のねそういうお姉のお店だったから何がお黙りやって売り言葉に書き言葉ほらあの方々お黙りっつのお約束じゃないですか、そうですよね、したらあらあらさじたり何がお黙りやついや覚えてんな、最高っすね。これ川崎市のお笑いウイローリさんです、はい、古舘さんのトーキングブルース楽しみにしています、うん、で今回のタイトルが無観客へのリベンジということですが、はい、古舘さんは今リベンジしたい人っているんですか、リベンジしたいことでもいいです。いやもうやっぱりあの報道やってた時にはあのトーキングブルースがやれてないんで、リベンジって言ったらやっぱり自分へのリベンジですもん。もうやっぱりあの全国回りたいと思ったんですよ、ちっちゃい田舎町とかそういうところにトーキングブルース持って、だからあの日本は落語とか講談師の方とかすごい古典芸能を含めたいろんなジャンルあるし、音楽もいろんなジャンルあるけど、立ちでマイク一本で喋るスタンドアップ的なトーカー喋り手のものって今あの漫談というものがだんだんなくなってきてないから、やっぱそういうものをやって喋って死んでいきたいなっていう気持ちになってて、あのさあの本当初歩的な質問で申し訳ないんだけど、はい、一人で覚えるわけでしょ、はい、ああいうのって誰か例えばついて、まあ作家の人はいるんでしょ、はい、古舘プロジェクトは事務所の仲いい作家の人数人に相談したり、はい、だったらこういう言い回しのがいいんじゃないって相談を何回もしますね、うん、はい、それで最初の練習のあのなんていうの、まあ最初の練習のきっかけっておかしいけど、はい、何から例えば1から10までだいたいまあページ数にしたら台本にしたら何ページぐらいあるの？台本にしたとしたらどのくらいだろう、かなり分厚くなると思うんですよ、ページ数わかんないけど。でも台本にはしないんです、ね、台本にしちゃうとその通りやるっていうのはトークライブとしてはダメなわけですよ、うん、話があっちゃこっちゃ飛んだ方がいいし、うん、お客さんの無観客の場合違うけどお客さんの反応を見て、はい、あそこ全然喜んでないみたいだなつったら順番変えて後で出そうと頭の中で想定したの先に出すから。そんなのできんの？あ、やります。それはだからペラ1枚に羊皮紙の重ね書きみたいに昔の古代のこう赤で書いたメモ書きがおこんなんじゃダメだと思って、同じネタなんだけど言い回し変えたのをグリーンのボールペンで書き直してて、もう自分で見ても分かんないぐらいに重ね書きしたのを持って脳内にそれを描きながら喋ってるんですよ。だからきちっと台本でやると手に負わまで真面目なということなんですよねみたいになっちゃうから、そういうことなんだよ、間違ってもいいけど俺はボロンでも喋るんだみたいな感じでやるためには、こう台本にしちゃうともう喋れなくなっちゃうんで丁寧になっちゃうんでアナウンサー口調になったらそれやめて、でもわざとカジュアルに、へえ、7割ぐらい考えてますけどね喋ることは。なんかこうなんていうのテーマみたいな、はい、これだけは絶対言うテーマっていうのは決まってんの？はい、それはもうこの項目だけ、このネタのこの項目だけはコロナのコロナのこのことにこういう解釈をしたのはよって決めてるんです、はあ、それはいつ出すとかっていうのも決まったの？いつ出すかっていうのは冒頭の方で出そうぐらい決めて、はあ、だともう出たとこ勝負でよって決めてるのは絶対出します。そんなお客様の雰囲気見てお客様があ乗ってないな、じゃあここは変えようとかね、赤で書いてたとこをグリーンでって言ってそれが無観客になった時はどういう自分のこのこなし方として、はじめね、ネット配信で同時配信今回もやるし、去年の8月4日もそうだったんで、はい、カメラマンさんっていう人間がいるからそういう人たちを見ながらやろうかななんてせこいこと考えてたんですけど、はい、やっぱりネット配信やるインフラが整ってるライブハウスみたいなところってのは、うん、ぐーっとカメラさんも引っ込んでるし、うん、エンジニアの音声やる方もずっと暗闇の中にどうかしているんで、うん、はいはい、全く
く一人ぼっちなんですよ。空席の椅子だけが見えるんですよ、うん、だからそういう時ちょっと焦って、うん、お客さんの反応を見て間を取りながら次何喋ろうかな、用意してた何喋ろうかなっていうのがその間が取れないんですね、お客さんの表情を見てらんない、うんうん、はい、そうね。でということはさ、よし次何喋ろうかななんて繋いでる自分がいるんですよ。あ、そういう時にもうイライラしてくるし焦ってくるんですよ、うん、そんな繋ぎ入れるはずじゃないのに、うん、うーん反応がないってのは辛いななんて言って繋いで次何言おうかなんて言ってから、うん、これがイライラするんで、今回はもう絶対リベンジで、うん、そういうこと一切入れないで、うん、繋ぎ入れないで次々言ってやろうと思って、うん、でもやっぱりスマホで見たり聞いたりしてくれてる人はネット配信の場合トイレ行かれおしっこ行ったりしますから、うん、それ行ってもいいんですけど、戻ってきてもすぐ復帰してもらえるようにとにかく詰めて喋ろうかなと思ってるんですけどね、うん、はあ、次何喋ろうかなって普通に言いそうだけどね、はいはい、人がいないと、はい、でそれがまたその喋るいっちゃんの喋る内容の中にも入ってるもんだと思うんだけどね、聞いてる人は、そういう言い方もなんか実況から入ってる癖で22歳からずっとやってるじゃないですか、うん、そうすると落語的なとか、うん、この間っていうような、うん、その間合いとか余韻がすごく気持ちいいってなんだけど、うん、僕の場合それ入れちゃいけないみたいな実況の場合は教育を受けたとこもあって、うん、はいはいはい、それに対する恐怖があるんですよね。だから間は取んなきゃいけないし、間が主役だってのは分かっているんだけど、間は沈黙は取るとしてもつなぎは入れないみたいなのが僕の中にあるんですよ。あんま良くないと思う。だから次あこさんの話して、うん、紅白の話終わった瞬間にいきなり真っ先の件で言えばっていう風に言わないと、お客さんも次何の話だいって喜んでくれないみたいで、それは、そういえばね、あこさん懐かしいですね、悪魔のささやきの頃にマッサージって言うと何言うのっていうのは半減はするんで、うん、気持ちが良くてもね、うん、だからトリッキーに見せるためには一切それ なしに行く。でこのスタイルは古舘さんは今後も変えずにやっぱ貫きたいって感じですか。それ変えないで、つなぎの言葉は言わないで、その代わり間を取るところはしっかり沈黙は気になりで、間を取ってお客さんに噛み締めてもらって次行くっていう努力はもうしないといけないなと思ってるんですよ、年だし。配信なりの でも今こうやって聞いてね、やっぱりお客様いるから間を取るとかあると思うんだけど、人がいない時の間の取り方ってすごい難しくない？難しいっす、難しいっすねえ、はい、歌でもそうだもん、お客様いるからコーダーでもね、ここで終わるって振り下ろしって音をジャンって切る時になんか雰囲気でね、こう薄目開けててでも顔こうやってても気配を感じるじゃない、お客様の。それでお客様うってこう息を飲むっていうか、お客様が息を飲むね、はい、そんなタイミングとかあると思うのね。そこでやるから一人ってのはお客様がいる時のまあオーバーに言えば10倍ぐらい緊張するって言っても過言じゃないような気がする。勝手がちょっとおかしくなるんです、狂うんです、ね、えだから押村くんは5月の13日間もなくなんで、うん、もちろん大変なお仕事であるアッコさんの、そのいつきさんのフェス次第ですけども、アッコさんに一人座ってもらって手足縛ってる状態で最強の観客を一人史上最強ですよ、霊長類最強ということです、はい、だけどその語り部の古舘さんから見て、歌手和田アキ子じゃなくてこの喋り手和田アキ子さんってどういう人に見えます？これがね、今つなぎの言葉を言う言わないなんて話させてもらったけど、アコさんのトリッキーさ半端じゃない、わかると思うんですけど、ね、やっぱりポーンとこっからこの話に繋がっていくんだっていう、ちょっと星座の星々の点灯の順番が違うんですよ。ポーンと取り、さっきのおだまりって言ったら、誰が黙るかいっていう食い気味のフライング喋りも含めてすごいトリッキーじゃないですか。やっぱなんか総合格闘技に来たところありますよね。僕はね、歌のことが分かんない分だけ素人ながら想像するのはリズム感だと思います。アップテンポな、例えばね、僕が栃木県の宇都宮のあこさんのコンサートに昔一人で見に行った時にね、東京だといっぱいいろんな人が来るから受け狙いのいやらしさもあって、宇都宮で一人で行くっていうところで印象つけようっていやらしい計算で行ったんですよ。でその時にやっぱあこさんが例えばチューブの歌を歌うんですよ、アップテンポな夏の歌。その時のものすごいアップテンポで踊りながらのリズム感と、バラードに入ってマイクなしで、ね、はいはいはい、行くっていうあるじゃないですか、はいはいはい、
全く別人が歌ってんですよ。だからリズムを止めるとか、ものすごいアップテンポで行くとか、しまいに楽屋に訪ねてって終わって、アコさんも僕も別々の車で帰るっていう時に入ってったら、アコさんピッと私服に着替えて、あれだけ汗かいてね、コンサート終わった後にロングドレスとかもう全部撤収されていて、ちっちゃな文庫本読んでたんですよ。あ、そうだった、うん、文庫本読んでたの。頭悪いからね、私ね。いやそうじゃないです。でその佇まいに驚いたんですよ。でパタンと閉じて、あ、いっちゃん来てたんかって。さっきのステージと別人の人がそこに、うん、なんかね、ヨーロッパでステラおばさんがクッキー作ったの。意味分かんない。おいっ子が来て、意味がステラおばさんってことないでしょ。私も知らんけど、ステラおばさんってクッキーのイメージある。ありますよね。眼鏡ね、こうなんか鼻眼鏡して。でもやっぱこう歌手ならではのこのリズム感とテンポ感とか別に。アコさんのトリッキーさはそこですよ。じゃあさ、私から言わせてもらうと、これはね、よいしょじゃなくて、いっちゃんは歌手でもないけどリズム感はある。さあ、やっぱりそうなんです。歌にも近いですね。もうしゃべりってか、話にリズム感がある。あ、それも心地よさですもんね。どういうリズムなのか分かんないけどね、リズム感はあります。はい、いやちょっと古田さん、できればこの後、はい、もうちょっとお付き合いいただいて、はい、もう12時台もうちょっとお付き合いいただきますという、はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。裏で握ったんですね、はい、マネージャーさんということで、まあ、ここでまず改めて無観客配信ライブにチャレンジされる古舘伊郎さんのトーキングブルースの日程だけ、5月13日木曜日、はい、夜8時開演です。 E プラスのライブ配信サービストリーミングプラスで配信します。今回無観客へのリベンジとずっと今お話しされてましたけれど、はい、今回のテーマ挑戦ということです。そしてアーカイブは6月16日日曜日の23時59分まで視聴可能です。ぜひぜひご覧ください。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。